駅舎の中に入ると衝撃的なものが現れます。これです。吾妻線の大前駅の時刻表、1日5本ですね。今回は吾妻線の終着駅大前駅を訪問します。吾妻線の普通列車大前駅に乗車しました。帝国通り高崎駅を出発。高崎からは1時間と40分ほど、終点の大前駅に到着いたしました。この大前駅の駅の周りには緑ばかりで、秘境駅という雰囲気があります。これは吾妻線の終着駅なんですが、終着駅なのに秘境駅というのはちょっと珍しいですよね。駅の前には踏切があります。渋川駅から59キロと401メートル。また駅の前には先ほども紹介しましたが吾妻川が流れています。この吾妻川の上にはこのような橋がかかっているんですが、妙に新しいなと思いましたが、この橋は令和2年5月にできたそうです。さすがに令和2年までこの橋がなかったとは思えないので、令和2年に橋が古くなったことにより変えられたんでしょうね、この新しいのに。また大前駅の駅舎はこのような駅舎になっております。駅舎の中に入ってみましょう。駅舎の中に入ると衝撃的なものが現れます。これです。吾妻線の大前駅の時刻表、1日5本ですね。そのうち高崎まで行くのはなんと2本です。大前駅には駅ノートがありますので、私も書くことにしました。終着駅なのに秘境駅なのが面白いなと書かせてもらいました。このように駅ノートを発見したら必ず書くようにしたいと思います。驚いたことに大前駅のウィキペディアがなんと駅舎に貼られていました。こんな駅初めて見ましたよ。せっかくですから利用状況を見てみると、1日50人ほどめちゃくちゃ利用してるんですね。まあ、終着駅だから来る人が多いんでしょうね。今気づいたんですが、駅名表の横にこのような銅像みたいなものがあります。横にはですね、いい日旅立ちと書かれています。その反対側にはこのように道中安全と書かれています。まあ、おそらくですが旅の安全を守るためのお守りみたいなものなんでしょうね。また車止めは見えるかなと思ったんですが、見えませんでした。草が生い茂っているだけで、ここら辺に車止めがあるのかもしれません。まああるでしょうね。まもなく出発時刻ですので211系の列車に乗り込みます。この列車は折り返しの新米橋行きとなります。